moments are the important moments that connect us. 急な声や。皆さんこんばんは。12月26日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM FM ギノワンの電波をお借りして、名古屋にあるダンサースタジオから今年最後の急名古屋をお送りいたします。あのね、先週の土曜日はね、野外からのね、中継をいたしましたけども、とっても寒くてですね、私のトークが爆発してですね、もう皆様の反響もよろしかったんじゃないかと思っております。滑り王子マスクマンでございます。はい、あの国間のクリスマス中継からですね、翌日は、沖縄に行きましてですね、クリスマスは、名越マナーさんからいただいたチキンをいただきましたけれども、本当に美味しかったクリスマス気分でした。味噌煮込みスキーと、今味噌煮込みスキーお話したようにですね、FM ギノワンのクリスマスフェス、23日にあったんですけども、この中継が終わってからですね、実は14時間後には名護にいたんですね。沖縄県名護市、そうですね、名古屋から名護っていう、なんかちょっとね、めんどくさいような言い方なんですけども、まあ本当にですね、寒いところから暖かいところに行ってっていう風だったんですけど、雨が降ってまして、ねえ、その時名護に行った目的は、直木屋さんをからかいに行ったんですいやいや、スタートのね、応援するね、はい、はい、突然の降りですね、募金があったんですけども、そこにはキックバックあるんですかって聞いたんですけど、答えられなかったそういったことをやってたダンサーズでございます、っていうことはあれ、雨の中スタートっていうことだったんですか。そうだったんです。ほうほう、はい、じゃあ直木屋さんもカッパ着て。カッパじゃない、いやいやいや、カッパないですよ。サンタの、あの衣装だったんですよ。ええ、だから、雨の中あの衣装だったので、いや大変ですよ、あれは。あれ本当大変だなって。ね、結構寒かったんじゃないかなと思うんですけど、ねえ、でもあれ大変ですよね、自転車で名護から那覇に、ねえ、結構なスピード出てましたけどね。出てましたね、まあでも無事ゴールしてね、良かったですけど、はい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマは洗濯。今夜のテーマは洗濯です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナーは、告知をします。22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプル A と、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイトFMJG 芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市長田おやつと軽食の店夢屋、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、こちらの提供でお送りいたします。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。
安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。名古屋市厚田区にあるトリプルエイトでは、フォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071 052-653-0071 までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業、コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業、コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い、問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイデアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182 またはコンビニ社労士で検索。キウナ名古屋。はい、はい、メールご紹介します。はい、お願いします。はい、テーマ選択です。ダンサーさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん、こんばんは。おばあからもらったプライベートジェットです。ありがとうございます。我が家の洗濯機9年目になりますが、最近脱水に入る直前でエラーになることがちょくちょくあるんです。あら、もうすぐ終わりかなと覗きに行くと、停止してエラーメッセージが点滅しています。あは、思わずため息が出てしまいますね。今の文字と一緒だね。もう少し頑張ってもらわないとということでございますけども、うん、どうなんだろうね。本当にね、切実にもうちょっと頑張ってって思うんですけど、なかなか機械物はその年力だけでは調子よくなりませんよね。うん、でも9年だからもうちょっと頑張ってほしいですよね。うん、10年目目指してほしいですよね、洗濯機にはね。そうなんです、ね、うちも3年前に洗濯機変えてるんですけど、うん、その前本当に同じですね、うん、エラーが出て止まっちゃうんですよ、うん、はいはいはい、で電源落としてまた入れてっていう、はいはい、その繰り返しだったんですけど、うんうん、まあ最終的にはダメでしたね。うん、うん、もうあれだね、なかなかもうまあその商品によってこの寿命が長い時短い時っていうのもありますもんね。そうですね、うん、でも長かったですね、前のやつは割と、うん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 、そうです ね、はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、ダンサーさん、みそさん、バタス抵抗ゼロエクセレント滑り王子リスナーの皆さん、こんばんは、シュープリームです。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、あれですな、心の洗濯機ってないですかえ、それどういうこと実はうちのスキー場に23歳のウチナーガールのバイトが先週入ってきて、自分が教育係だったので即身近な存在に。目元はスキージャンプの高階沙羅選手に似ていて超理想のタイプなんですが、仕事中も休憩中も彼女から話しかけられてきて、沖縄の話で盛り上がり、スノボ経験ゼロの彼女から教えてほしいと言われ、汚れまくっていた心が洗濯され真っ白を通り過ぎてスケスケになりそうですあら、いいことだよね、いいことだよね。ところで、恋愛マスターの王子、この彼女を落とす良きシチュエーションを伝授してくださいな。ではこの1年お三人さんには
身を粉にして楽しませていただきましたが、来年もスパイクタイヤですから止まらないほどの滑りがあり、笑いありの楽しい番組を届けてください。あ、こうスパイクタイヤでも止まらないぐらいっていう意味を言ってるんだね。これは私のことではないと思うんですけども、止めた方がいいと思うんだけどな、うん、あのね、うん、まあ、恋愛マスターの王子としてみたらですね、恋愛マスターなんのその前に、自称ですけども、あの、ね、まあ、このね、うん、こうシチュエーションというかね、こういうおしゃれなね、うん、あのあれではなくして、うん、まあ、現実的にね、うんうん、夜ちょっと宴会して、お酒飲ませて、うん、ちょっとこうほろ酔い気分のところで、アプローチっていう、そういう感じがね、一番いいんじゃないかなっていう、うん、王子の経験からして、うん、ただまあ私の場合ですね、お酒が弱くて、先にちょっと倒れちゃ う, 先に寝ちゃいますよね。うん、先に倒れちゃってるっていうね、うんうん、そういうパターンが多いんですけども、うんうん、結構ね、こうほろ酔いっていうのがね、なんかいいみたいですね。うん、というのはですね、ちょっとスクリームさん楽しそうですね。うん、なんかね、気分がね、まあ、男子女子ともにね、こう、うん、こう高まるっていうんですかね。はい、というのはね、はい、私ちょっとこの、SNS で、このキャバクラのお姉ちゃんがね、そっちですか、うん、お姉ちゃんがどういうふうにこう、ナンバーワンになっていくのかなっていうようなね、うんうん、まあ、そういう経験をされてる方のね、こうあれを見たんですけども、うん、でやっぱりね、うんうん、やっぱどうしてもそういう、まあ、まもありますけども、はい、こう少しお酒が入った方が、うん、なんかお互いこう皆さんこう盛り上がるっていうね、うん、それはまあ単純になんかそこもあるみたいですね、うん、あとはこう話術とかもあるみたいですけども、うんうん、やっぱりそこが何もシラフのままではね、うん、なかなかこう、盛り上げにも欠けるという。個人の場合はお酒が入った方が饒舌なんですか。私ですか。はい、いや、お酒入ったら口回らなくなっちゃうもん。だそれ、うん、お黙り、うん、何言ってるかわからない、ヘベレケになっちゃうからね。いや今も何言ってるお黙りでもね、シ、うん、プリームさんがね、彼女もお酒が強そうって。うん、うん、あら、多分シュプリームさんが先に倒れちゃうかもですね。いや、そしたら介護してもらえるからいいかもしれないよ。介護になっちゃうの。そうそう、介護してほしいもん。うん、ね、自分では全然こうそういう、うん、意識がなくてね、はい、うんうん、皆様に後からね、王子介護されてたよっていうようなね、うんうん、それもまた夢の中でいい気分になっちゃうかもしれないけどね。あ、シュプリームさんすごいですね。誰か私のパンツ洗ってくれる人いないかなっていうのが奥様の口癖ですが、誰かってY一人しかいないので仕方なく手洗いしますって。あら、すごい、手洗い、手洗いは本当に奥様の、うん、ねえ、うん、手洗いするんですね。お、なかなかですね。大体すごい素敵ですね。うん、こうネットに入れて洗うとかってがあるんじゃないですか。うん、すごいですね。うん、旦那様に手洗いされるとかすごいな。お、素敵。うん、これはまああれですね、うん、まあ、昔王子なんかがね、はい、あ、ちょっとあれかな、出ちゃったかなみたいな時にはね、誰にも言わずに自分で手洗いっていう、そういう場合が王子滑ってます。え、滑ってね、これ現実的な話ですよ。王子、うん、これ以上話広げるのやめませんかね。ちょっとお引き取りください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今年最後の放送なんだけどいいの。いやいや、でこれはもう通常でしょ。そう、わ、うん、かりました、うんうん、はい、高茂さんが床を洗濯して滑らないように王子を助けましょうっていう力こぶのマークになってる。いや、王子は滑らないよ、はい、何をしても違うよ、滑らないように王子を助けましょうって、うん、ほらみんなに介護されてるじゃない。どのパターンでも介護、もしかしたら沖縄大好きさんがすでに爆発してるって。え、うん、それはもう、うん、まあ、先ほども申し上げましたように、はい、スペシャルの中継の時はですね、うん、多少爆発はさせていただきましたんで、うんうん、あれは良かったですね、本当に。うん、まあ、私のね、まあ、殿下の宝刀と、ね、言われているね、うん、エールもね、皆様にお伝えできてですね。そうでしたね、生放送でいきなりね。そうですよ、なんか意味が分からなかったですけど、うん、多分みんな分かってないだろうね。次にやられる方がちょっと引いてましたもんね。
そう、大阪の中継次あったん、大阪でしたっけ、そうです、ね、なんか、なんかこの後にやりづらいって言われてましたもんね。ね、だから、ね、あのいろいろこう見ててね、皆様のね、あの他の、方々のを見たら結構ね、まあ、ノーマルなねトークをされてる方が多くてですね、うん、はい、うん、まあ、私それではいけないと思ってですね、うん、まあ、自己アピールも兼ねてですね、この旧名古屋のね、うん、宣伝またねアピールをさせていただきましたけども、とっても良かったんじゃないかな。あ、でも沖縄大好きさんがクリスマスフェスの中継お疲れ様でした。僕もクリスマスフェスにまゆさんとダンサーとして参加しましたということです。されてましたね。ねえ、あ、でも実はですね、まだねしっかり全部見れてないっていうのはですね、中継のための準備、うん、意外とだから自分たちって見れないもんなんですね、あんまりね。まあそうです ね、なんか準備してたりとか、ね、結構ね、うん、なんかそういうことでなかなかじっくり見れないなと思って、うん、まあ、またね時間があるときにアーカイブでしっかり見ようかなとは思ってますけど、うん、そうですね、案外こう出るまでの段取りっていうところでね、うんうん、じっくり見れなかったなと思って、まあ、ね、はい、はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、名古屋ネーム沖縄大好きさんからです、はい、ありがとうございます。ダンサーさん、みそさん、王子こんばん、名古屋、名古屋、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー沖縄大好きです、洗濯ということで以前は粉末洗剤を使ってましたが、うん、現在はほとんど液体洗剤使っているのは、うんうん、使っているのはアタック抗菌 EX、 それから柔軟剤はレノア。自分も仕事からたくさん働いて汗をかくので汚れ物が多く洗濯もその分多いですね、ということでございます、うん、まあ、そうだろうね、すごいこだわりの洗剤っていうかあるんでしょうね、好きな香りとかね。まあそうだろうね、うん、まあね、若いお姉さんに受けるような匂いがいいっていう場合もあるしね。ふざけるな。でも一応何、王子はなんかこだわりのそういうあるの？いや全然ございません。王子の場合は、はい、結構プシュプシュ振りますんで。ほうほう。結構何、香水を、香水とかシュッシュシュッシュありますんで、はい、うん、まあ、それがまた汗の匂いと男臭さと混じってとんでもないらしいんだけどね。なんかこうそう、香水もちょっとね汗とか体臭と混ざるとどうなんでしょうね。そうでね、あれもね、長く時間の持つものと、もうすぐ消えちゃうものって、はい、まあ、なんかいろいろあるみたいですね、うん、なんかね、パフュームとかなんとかかんとかってあるみたいですけど、はい、まあ、そういうことね、あまり関係なしにね、振ってますので、うんうん、短時間で消えるやつだとね、結構ね、匂いが混じるみたいですね、うん、おー、うん、だからそれがね、まあでも多少はね、いい匂いはしてると思うんだけど、うん、うん、ねえ、そういえばカンポーイさんが、うん、今でも二層式洗濯機って売ってるのかな、 あれ刺身屋さんがタコの刺身洗って柔らかくするのに使うっていう話聞いたことあるけどって、うん、二層式あるんですよ、うん、ね、でも二層式ってやっぱ需要ありますよね。あるんですよ、ね、やっぱりなんか全自動にされると不便なこととかね、うん、ありますよね、うんうんうん、ガソリンスタンドでよく使ってますよね。ああそうですね、言われてみれば、うんうんうん、ねえ、なんかやっぱり、うん、強い洗剤を入れてこの洗濯槽でやって一回脱水してみたいな感じの方がいいのかな、やっぱり。ね、同時作業ができる。ああ、それありますね。片方で洗濯、片方で脱水。確かに確かに、うんうん、なんか最初全自動になった時に、うん、逆に効率が悪いって思ったことがあります。うん、うん、まあ、でも順番にこう流れてくって感じなんでしょうね、うんうん、それ今のねダンサーズように、うん、同時作業ができないっていうね、そうそうそう、確かにね、うん、うんうんうん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、うん、こちらはジョージさんからです。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。王子、ダンサーズさん、ミソニクミスキーさん、こんばんは。こんばんは。洗濯私はほとんどやってませんが、昨年妻がコロナにかかった時は1週間やりました。おー、朝の寒いうちから洗濯物を干す作業はとても辛く、毎日こんな思いをしてやってくれているのかと思うと、うん、頭が上がらない気持ちになりましたという、うん、いうものの、今も洗濯だけでなく家事全般妻に任せて情けない男でご
いや、そんなことないですよ。あのね、あの外で働いててね、ね、一生懸命働いて、その汗臭さをね、まあ、奥様が洗ってくれてるっていう、うん、素晴らしいあれじゃないですか。でもその奥様の代わりにやってた時にちょっとありがたみが分かっただけでもね、やっぱりいいんじゃないかなと思うんですけど。まあそうだろう ね、うん、だからもう王子なんて本当ですよ、はい、ね、女子寮なんかのね、洗濯をやらせていただければね、もう朝から晩までね、あの洗濯して干してますよ。おだまり、そういうのはダメ。あ、ちゃんと、ね、おだまり、沖縄大使さんが今ね、まゆさんと出てる回のアーカイブのところだけ YouTube 貼ってくれてすぐ見れますねこれね。なるほど、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあメールいきましょうか。はい、ヤンポーさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ヤンポーさんね、お会いしました。名護で、あの直樹屋さんの出発のところで、そうそうそう、ね、ちょうどいらっしゃってて、はい、初めてお会いしました。はい、初めてお会いしました。ありがとうございます。こんばんは、みそさん、みそにさん、ダンサーズさん。24日のミュージックソーの時は会えて嬉しかったです。少しびっくりしましたけど。そうですよね。一番ヤンポーさんびっくりされてまして、いや確かに、じゃ、ね、クリスマス中継フェイムギノワンの聞いてらっしゃって、まさか名護にいるとは翌日に思ってないですよね。ね、なんか本当に驚かれた顔が印象的でしたけど。でギノワンフェスの次の日だったので、っていう、あ、そうですね。でして洗濯ですけど、昔二槽式洗濯機の時に猫を洗濯したことがあります。ええ、これって田舎だけでしょうか。洗濯機の中に猫がいることを知らずに洗濯物と一緒に猫まで洗濯してしまいましたって。え、大丈夫なの、うん、これって、あの猫が、こう入っちゃったっていう意味。そういうことか。猫が洗濯機の中に入り込んで、そうそうそう、こう休んでるっていうか、まあ、寝てたのかな、でしょうね、の時に洗濯物入れて回してしまう、まあ、多分なんて言うんだろう、途中で気づいたんですよね、きっと。ああみたいな感じで、そうじゃなくて、ね、結構溺れちゃってると思うからね。ねえ、そういうわけじゃないですね。さすがに猫ちゃんだってね、お水が入ってきたりでびっくりしますよね。うん、だからきっと、まあ、そこで多分ね、回してる、回そうとした時にわーってなる、ね、うん、そう、多分そうでしょうね。うん、でもね、本当なんでしょうね、車のね、冬の車のエンジンのあったかいところに猫ちゃんが入り込んで、うん、ね、そういうのを防ぐために、猫のためにね、うん、車をバンバンして、うん、ね、猫がこう昼寝とかしてないのかね、うん、チェックするっていうのはありますけど、うん、洗濯機もバンバンしないといけませんかね。ねえ、まあ、ね、最初に覗き込まないとね。ねえ、うん、そうですね。やっぱりなんかちょっとああいう奥まったところとかって猫好きですからね。そうだね、まあ、特に、うん、まあ暖かいところがあればね、そっち、ね、そうそう、行きますからね。本当気をつけてですね、うん、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続いてですね、はい、こちらは岐阜のキュウリのバーバさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。キュウ長の皆さんこんばんは。洗濯物といえば、我が家は2人しかいないのに洗濯物が多いです。それは2日に1回しか洗濯をしてないからなのかな。白いもの、色の濃いもの、うん、おしゃれ着洗い、夫のパンツとよ、えということは、パパのパンツは別個ってこと。なんか話には聞いたことがありますけど、本当に分けてらっしゃる、分けてんだね。4回洗濯機を回すので、毎日でも4回、2日に1回でも4回回すので、節水のために2日に1回の洗濯にしてるんです。しかも共働きなので、部屋干ししてるので1日ではなかなか乾かないんです。そういうことで我が家の洗濯物は大量になってしまいますということでございます。なるほど、ありがとうございます。うん、これはなかなかでございますな。どうですかね、王子子の率直な意見として。いや、私気にならないですけどね。気になるですか。かなり汚くなっていると思いますので違う意味でですね、うんうん、まあ、それはそれで結構なことじゃございませんかと思うんですけど、うん、ただまあね、ご家族として見たらどうなんでしょうね。若い方が、ね、いらっしゃるとね、うん、娘さんなんかいらっしゃると、うん、もしかしたらね、
うん、ああ、うん、パパのやつちょっとやらんのいやみたいな、ちょっと分けてほしいなみたいなのがあるかもしれませんね。うんうん、だけどまあ、ね、大体もう洗えば一緒ですよ。綺麗になりますから。あ、ペーターさんありがとうございます。猫に襲われた猫ギャーって、あ、そうかそうか、そういうことね。あの急に洗濯機が回ってびっくりしちゃうね。うんうん、でミルさん、あ、ご無沙汰してます、お疲れ様です。こちら断水していて今日は洗濯できません。え、断水ですか、大丈夫でしょうかね。うね、何があったんでしょうかね。こう断水してると、もちろん洗濯だけじゃなくて以外の、ね、他のことも、ね、お風呂もあれかな、いつ復帰するのかしら、ねねね、うん、はい。ヤンポーさんがね、はい、王子を二層式洗濯機で洗濯したら少しは変わるかな。いや、これはとってもこう綺麗になってですね、はい、もしかしたらこの、お肌も一皮むけてですね、こうツルツルになってるかもしれないよね。地獄を見るわよ。なんかみんな無言になっちゃった。あの反応しないね。いや、今さ、ポン出しの SE がさ、はい、もう全てを表してるなと思って、ちょっと黙っちゃった。なんか聞き惚れちゃったみたいな感じね。うん、はい、あ、そう、そしてですね、カープボーイさんがね、味噌煮込み式さん、ダンサーさん、ひげを剃っても薬味つるさん、うん、皆さんこんばんは。こんばんは。ミュージックソン来てたみたいですね。回る順番が違ったんだろうね、会えなかったって。ねえ、ね、そうなんですよ、私、うん、カープボーイさんにお会いできるかなってずっと、で、私たちね、名護からですね、名護行った、途中でお昼ご飯を食べて、その後そのまま一気に南下して、うん、ハエバルのね、うん、業務用スーパーのところでメンソーレさんとアイさんがいらっしゃったので、うん、そこに募金して、その後豊崎にね、うん、竹中さんがいらっしゃったんで、うん、ね、行ったんですか。で、ね、また雲寺にもね、こうパレットくもじの方にも行ったんですけれども、うん、会えなかったですね。いらっしゃらなかった。ねえ、反対回りだったのかな。うん、うん、ね、なんかその番組でね、カープボーイさんがいらっしゃってみたいな話も聞いたことがあるんですけど、そうなんですよね。で、会えるかなってすごく思ってたんですけど、うん、お会いできなかったですね。うん、ね、ともこさんとは2回お会いして、はい、次の日もね、本当に月曜日の朝ね、はい、ちょっと寒かったですね、風が吹いてて、うん、でもオフィス街のところでね、うん、結構足を止めてブルーブルでしたっけ、うん、あそこの下でやってました ね、募金される方ね、この通勤の途中に募金される方もいらっしゃって、うんうん、ねえ、あ、チェッカーズムソンさんこんばんは、こんばんは、こんばんは、うん、え、カープボーイさん、タヌキの、あ、じゃあ間違えた、キツネの尻尾がついてたねって、狐の尻尾ついてた？ん？あ、ともかさん？ともかさんかな。え、そうだったっけ？私はしてなかったなぁと。あ、気がつかなかった。うん、ね、うん、でもすごいさ、かわいいサンタクロースのコスチュームでね、その豊崎の時は。それよりもハイビスカスパーティーのあの方、うん、あの頭に。あ、電球が、そう、頭にあの LED ランプがついてたっていうのはね、すごい、うん、で、それ最初気づかなかったんですけど、そうちょっと薄暗くなってきたらね、うん、電気がついてて、あ、これ電気ついてたって思ったら、そう手作りで作りましたって言ってらっしゃったんで、ね、すごいね、すごいんですよ、帽子のか、うん、帽子にこうイルミネーションがついてちゃんとツリーになってて、うん、かわいい手作りで、うん、なんかちょっとファンキーな感じでいいじゃないですか、うん、ね、王子もね、うん、あの23日やればよかったね、光物、そう、うん、ああ、まあ、とりあえず、うん、あのね、あ、夜でもあの五光が差してるんじゃないかなって思いながら、五光って仏様みたいな、地獄を見るわよ、うん、まあ、そこまでしなかったですけど ね、まあでもサンタコスで、でも面白いんですけど、そのまあ外で中継しましたけど、名古屋チーム、普通に王子サンタコスで、そのまあその現地のね、滝の水公園というところに、うん、まあ、階段で登ってちょっと高台だったんですけど、うん、行くんですけど、全然なんかみんなこう違和感を感じてすごい見てくるのかなと思ったら普通でしたね、うん、あれはね、
あれは私思ったんですけども、うん、関わらないとこって感じだったからそういうことだったんだ。あの犬の散歩とかしてた方いたんですけども、うんうん、ねえねえ、もう見て見ぬふり、もう目線合わせないようにしてた。そういうことだったんですか。私意外にみんな普通にされてるから、うん、あ、別に今こういうのって普通に受け入れられる時代なんだと勝手に思ってたんですよ。ここはもうちょっと絡まない、関わらない見ないっていうことは何？あ、そういうことか。あのもしかしたらあそこにあの、ね、うん、警察がいたらあの、うん、職務質問されちゃうっていう、そういうレベル、もしかしたら。それはわからないですよ、うん、ね、まあ、その時はちょっとね、うん、警官の方いらっしゃらなかったので、うん、でも、ね、今は、うん、あのね、いろんな各 YouTuber の方とかがね、はい、着ぐるみを着てさ、うん、あ、やってらっしゃいますんで、うん、まあ、あんまりそういうこと気にならないのかもしれないですね、うんうん、ね、そういう時代ですもんね、うん、普通にもうなんか一般の人がこうね、ちょっとコスプレをして歩いててもね、うん、ああなんか YouTube かなって思われる、うん、だけどね、あの、うん、小さいお子さんがねいらっしゃいましたけど、うん、ね、子供だけはね、うん、ずっとね、王子のことはね凝視してましたよ。あ、やっぱりそうだ、うん、子供は正直ですからね、うん、なんか来てる人がいるなと思ったんでしょうね、うん、サンタがいるな、サンタには見えなかったでしょうね、うんうん、なんかね、うん、なんかサンタの格好をした不審なおじさんでしょうね、うん、でもなんかこう見られてるなって思うそうだったんですね、うんうん、そんな感じでした ね、はい、あ、で、ペーターさんがラッキョウを二槽式洗濯機で洗っていたことがありまして、一皮むけて綺麗になりますよ王子、かっこ脱水はしませんって。ほらやっぱり、綺麗になるじゃん、うん、なんか今王子が綺麗になるみたいな言い方してたけど、ラッキョウの話だからね、うん、これやっぱりこれね、あのポイントはやっぱり一皮むけてってとこがいいですね、うん、あ、そうそう、ね、一皮むけて綺麗になるっていうなんでそこアピールするの。いや、 やっぱりあのよくさ、なんていうのかな、これ一皮むけていい男みたいな感じ、あの今あのあれじゃないですか、うん、エステなんかでも、うん、あのそういう、まあ、施術っていうのかな、うん、そういうのありますよね、一回あの、うん、皮ちょっと一皮むいてこう綺麗な、うん、こう卵のような、卵肌みたいなね、そうそうそう、そういうのありますよね、そう、でもラッキョウ本当薄皮結構大変なんで、うんうん、確かにちょっとつけてこう、うんうん、ね、なんていうの、はい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 、こう回した方が多分、うんうん、薄皮が綺麗に取れて綺麗なってことですよね、うん、よくね洗濯機っていうのね、はい、あの私やったことはないんですけども、はい、あの運動靴とか、はい、あの学校で履くこう体幹シューズっていうのかな、であれを洗濯機で洗うとなんかすごい綺麗になるっていうのを聞いたことがあるんですけど、うん、でもこう手洗いでやるよりかね、やっぱり洗濯機でこう回して、うんうん、やるとすごい綺麗になるよっていうのはね聞いたことがあるんですけど、はい、皆さんやられたことあります？洗濯機で、うん、靴を洗うっていう。あ、でもね、実はですね、うん、その私うちにあった洗濯機が以前のタイプ、以前ね、はい、前回のやつはそのまあ今もうなくなっちゃったんですけど、三洋さんかなんかのやつで、はい、靴、革靴もこう綺麗になる的な機能がありました。おー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 、うん、やっぱりそういうあれもあるんだね、うん、なんかそういうエアウォッシュみたいなのがあったんですけどね、はいはいはい、でも靴、運動靴とかってなんか洗濯機回したことないな、うん、まあ言われてみればそのね、手でもみ洗いするよりかはね、うん、まあ、体幹シューズなんか特にですけど、うんうん、綺麗になりそうだなって気はしたけどね。 FMJ 自身一さんが、はい、洗濯機でスニーカー洗う人いますねって。あ、ね、あ、うん、そうなんですね、洗えるのかな、綺麗に、綺麗にと洗えるんですかね、ね、うんうん、なんかね、あの高そうなスニーカーとかは入れたくないですけどね、うん、ああ、まあね、肩が崩れる、そうそうそう、あ、形崩れはしそうですね、なんかね、確かにね、うん、うん、そんなような気がしますけども、ね、ああ、高野さんはブラシと洗剤使ってて、うん、そうね、手洗いってことですよね、うん、ヤンポさんも上履きは手洗いでしたよって、うんうんうん、チェッカーズ無双さんこんばんは、子供が上履きを洗濯機に入れようとしたので全力で止めましたって、うん、うん、なんかね、靴を洗濯機に入れるっていうその感覚的にね、うん、
ね、まあ、お母さんなんかがね嫌だなって思うことがあるかもしれませんね。ね、うんうん、ね、多分あれなんでしょうね、こう専用の洗濯機的なものだったらいいんですけどね。うんうんうん、だって変な話、その普通に下着も洗うのに靴も一緒にっていうね、そうなんですよ、っていうところですよね。そうですよ、あのもうお母さんが本当困っちゃうんだから、ね、ね、私 の高いレースの ね、あの下着がどうなっちゃうのかしらって思っちゃうでしょ。中本さん、洗濯機万能主義やめましょう。ね、でも洗濯のやり方っていうのは本当人それぞれなので、うん、結構これが元でなんて言うんでしょうね、喧嘩とは言わないですけど、結構意見の相違でこう なんかあるみたいですよ。うんうん、はいはいはい、それこそ先ほどね、岐阜の9人のババさんが言ってたみたいに、そのこう色物白物とか言って分けるってあるじゃないですか。うんうん、はいはい、だからそういう方にとってみたら、黒も白も全部混ぜ混ぜでカラーの色物も、うん、こう一緒に現れると本当嫌みたいで、うん、まあ、もちろんねこの白いのが色移りしたりするから、うん、実際に、ね、嫌だっていうのもあるんでしょうけど、それ以外のこだわりとかもありますよね、やっぱり結構、うん、そうです ね、 ですね、はい、カーブボーイさんが洗濯機おむつとかティッシュで地獄を見る人、地獄を見る人の話はよく、ありますね、あのポリマーがね、うん、ね、散らばってね、うん、大変なんですよ、ね、ポリマーね、うん、大変ですよ、うん、本当に、はい、ということで、はい、はい、CM です、はい、中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターAnd オブジェクトの実験的ミュージアム。ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーズ弓矢さん。芋掘り体験は1人700円で、なんと 1.59 まで持って帰れますよ。さあ、八重瀬町ぐしちゃんの芋畑集合。ご予約お問い合わせは 098-998-4010。 ぐしちゃん芋生産組合のあさとまれ。おやつと軽食の店、夢や。那覇市長田にあるおやつと軽食の店、夢やは、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。税理士法人ベスタックスは財産カウンセリングで相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。相続で少しでも不安な皆様、ぜひご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296、 またはベスタックス相続で検索。はい、名古屋は栄養コーナーということですけれども、はい、今年最後の、はい、名古屋栄養コーナーは、うん、ちょっと年末年始のお話をね、ちょっと告知がございます、はい、この後のことですね、はいはいはい、まずですね、今日のこの放送ですね、10時56分までなんですけども、はい、終わりまして、はい、11時10分頃、うん、まあ、それぐらいを目標にしているんですけど、1月2日放送分の収録をいたします。はい、はい、その模様ですね、同時にツイキャスでキウ名古屋のアカウントを使って配信します、うんうん、あ、配信されるんですね、配信されます、わお、はい、先行で配信されます、先行配信しちゃうんですか、配信されます、あ、
そうなの？はい、旧名古屋のアカウントを使って、はいはい、その代わりアカウントが FM ギノワンのアカウントではなく、旧名古屋のアカウントで配信されます。あ、そうですね、中地さんの番組が、はい、と思ったらそういうことですね、はい、中地さんの番組は FM ギノワンでということで、あ、この後は11時10分じゃなくて今10時台ですよ。11時10分に頃ですね。そうそう、から始めます。11時10分頃から、収録を始めます、収録をしますということですね、はい、でその収録をしている風景が見られちゃうということですね。そうですね、うん、はい、でこの、11時10分頃から収録する1月2日放送分、うんうん、はい、傑作選、傑作選、はい、はい、やります、はい、この電話ゲストで出て出演いただきました。はい。うん、これもう言っちゃってもいいんですか。うん、うん、まあいいですね。いいですか。はい。うん、突然電話をしましたラオキアさんの回ですね。はい。これがですね、2021年1月19日ですね。うん。に放送されたもの。うん。うん、かな、はい。はい。はいはい。で、これがこれをオンエアさせていただきまして、うん、まあ、みな我々がいろいろお話しさせていただくこと、うん、で、2021年1月26日分ですけど、うん、これがひふみさんが出演された回になります、うんうんうん、はい、そして、2021年6月、22日の分ですね、これがきんぴらごぼうの森光さん、うん、第1回目に出演されたところですけども、うん、はい、この、3本立てでいきます、うん、で我々もコメントをちょっとさせていただこうかなと思っておりますので、うん、はい、はいはい、それをユミさんがツイキャスで、はい、なんで急に直樹屋に電話なんかしたんだよっていやだってお話しする方がいなかったお話しする方がね、うんうんうん、お出にならなかったもんね、ですね、うん、いやそのペーターさんチューンドーの裏番組になるとっていうことなんですけれども、もちろん中志さんの番組をね、うん、やっぱりそういう中志さんの番組のファンの方もたくさんいらっしゃるので、うん、中志さんの番組が聞きたいって方は、うん、本当に中志さんの番組優先してください、うん、そちらの方で、うん、はい、でただこの番組その今収録してた番組はいつでしたっけ流れるのは、うん、1月2日に、そうですね、FM ギノワンでもセカンドアカウントがありますので、はい、そのパターンと同じパターンです。ああ、なるほどなるほど、うん、そうですね、そんなパターンと同じですね、うん、はい、収録の時そうですね、FM ギノワンってセカンドのもありますね、セカンド使ってやってますから、ね、そうですね、はい、そんな感じですので、はい、その本放送もありますけれど来年に、はいはい、まあちょっと先行してまあ名古屋の専用アカウントの方で放送するということで、はい、はい、で、この1月2日傑作選が流れるんですけども、はい、この1月2日ツイキャスを FM ギノワのアカウントで配信のみいたします、はい、これは傑作選とは関係なく、うん、普通にフリートークをしようと思っております、うんうん、特にメールの、ね、募集などもないんですけども、うんうん、ツイキャスで我々3人が新年早々たわいもない話を、たわいもない話を、そうですよね、1月2日ですよ、だって、うんうん、うんうん、まあ、うん、その傑作戦を、うん、こう流しつつ、はい、ってことは、うん、あれですか、ポッドキャストじゃなくて間違えた、なんだったっけ、うん、ツイキャスはあれ、マイチューナラジオだ。マイチューナラジオは傑作選が流れてるってことで。マイチューナラジオとかリスラジオとか FM は傑作選が流れてて、ツイキャスはただツイキャスはただただこう正月のちょっと、はい、こうなんとなくポヨンとした雰囲気の3人をお届けするっていう感じでいいですかね、はい、特にその傑作選で絡むような放送ではなくてですね、うん、全く別で別の内容ですね、まあ、たわいもないおしゃべりをするっていうだけの放送ですね、うん、はい、
はい、という流れで、はい、そうですね、スタジオ自体はお休みですから、はい、そうなんですよね、 FM ギノワンのスタジオはお休みなんですけれども、うん、まあ、リモート放送ということでね、はい、アカウントを ね、 ね、まあ、ダンサーズスタジオは、まあ、正月休みはないと、はい、はい、ということで、うん、はい、あのギネスさん、ぜひあの酔いつぶれていてもいいですので、そのままお聞きいただければと思います。まあ、はい、ね、そうですね、っていうかね、あの、はい、王子が潰れてる場合があるからね。いや、もうあなたもうトーク潰れてるよ。え、トークは、うん、いや、でもね、うん、あの、シラフでございますけども、はい、あの、たまにね、あの、王子酔っ払ってるのっていう、そういうふうに言われる場合もございますけど、うん、うん、決して飲んではいませんけど、うん、2日の場合はわからないですね。はい、うん、飲んでるかもしれないってこと、うん、あの餅食って、はい、飲んでたら餅食って餅食って餅食べて、うん、はいはい、今日正月気分を、うん、気分をね、食べて どうするんですか、気分だけですか。いや、食べると、あれ、まさかスタジオでお雑煮とか食べながらやるわけじゃないですよね。そしたらお腹ね、あの、うん、さあ、いっぱいになっちゃってさ、もう半分固めつぶってるよね。あ、もしかしたらあれですか、あの、餅のようにずっと、うん、と粘り強いトークをされるという。あ、おお、いいですね。うん、もうね、すみません、それはですね、うん、新年早々から言いますけども、うん、お断りさせていただきます。なんでなんで、はい、なんで、あ、ギネスさんが、名古屋の皆さん、はい、こんばんはって言ってます。こんばんは。ジカズムソンさん、すみません、なんか私さっきペリエの炭酸水飲んでたんですけど、ちょっと持ち方が私、あ、いかん、ちょっと持ち方、変な持ち方したなと思ったら、ムソンさんが、はい、みそにさん、チャミする時間をしてるのかと思ったって書いて、ちょっとお酒っぽかったかもしれない、うん、なんかこの持ち方がね、はい、安心してください、炭酸水です、ただ、はい、で、ひふみさんが、うん、なんで急に名古屋に電話なんかしたんだよってなってますけども、そんなバナナってなってるけど、うん、はい、あ、で、FMJ 自身さんが、ああの神回ということで、そうなんですよ、そうなんですよね、うんうん、ちょうど名古屋さんも明けましておめでとうございますって喋ってますので、うんうん、ちょうどいい感じですね、うんうん、1月2日にも会うのかなと、ね、あ、本当ですね、ええ、ね、で、あの、ペーターさん、新年早々収録と生配信が同時にフリーダムやってそう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 、ここちょっと珍しいパターンで今回させていただくと、うん、まあ、これね、許可ね、うん、あの、FM ギノワンさんから、ね、うん、なので、FM 派とか、あの、リスラジとかは、うん、あの、検索線で、うん、ツイキャスが生配信をしてて、ね、別内容という、まあ、でもこれでね、すごい OK いただいたんで、ね、うん、そうですね、あ、もう寛大な曲ですね、うん、本当に、はい、ありがたいです、はい、ということで、ということで、これが告知でした、はい、はいはい、今日は名古屋栄誉年末年始のご案内でした、はい、キウナ名古屋。はい、メールご紹介します、はいはい、お三方さん、こんばんは。こんばんは、フルムン新一です。ありがとうございます、ありがとうございます。今日は久しぶりにメールで失礼します。ありがとうございます。はい、大丈夫ですよ。ツイキャスも参加してくださってます、はい、ありがとうございます。ジー、はい、パン、デニムの選択について、高校生の頃読んだファッション雑誌の影響で手洗いを続けてます。ほう、わあ、素晴らしい、うんうん、干す時は裏返しの天地逆、おかげで良い色落ちのような気がしないでもないです。面倒なので全くおすすめできませんということで、うん、あ、でもすごい写真がで、うん、送ってくださってて、なんかやっぱりこう味のある感じになってるっていうんですかね、なんこれ前でこれが後ろかな、なんて言うんでしょう、この風合いが自然なデニムっていう感じですかね、そうそうそう、すごいやっぱりこだわると、うんうんうん、これはそうですね、お好きな方はこだわりますから ね、うん、ね、また特にあの新一さんね、あのアメカジがね、お好きなようでね、あ、うんうん、あ、これがこの下にちょっと2枚重なってるんですけど、はい、要はその新しいものとこう使い
込んだ感じのところなんですけれど、すごいなんて言うんでしょうね、ジーンズっていうかデニムらしい感じになってるんですよね、うん、あのね、私聞いた話ですとね、うん、あの、はい、本当にデニムがお好きな方っていうのは、うん、もう全然洗わないらしいですね。あ、でも聞いたことあります、うん、ずっと1年でも洗わないって、ねね、うん、多分それがまた洗った時に色落ちしてすごく良くなってるのかな、うんうん、あの、いや、でも本当に洗わないから、洗わないって言いますもんね、なんかね、うん、どうなんだろうって思うんですけどね、やっぱり ね、うん、ね、はい、うん、はい、でも ね、かっこよく色落ちするとね、はい、うん、素敵ですから ね、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、次のメールはですね、はい、高木さんからなんですけども、はい、うん、もう今年最後の素晴らしいこのメールでございますね。そうなんですか、うん、はい、王子ダンサーさん、みそさん、こんばんは、高木です。ありがとうございます。私の住む集合住宅はベランダに洗濯機を置く古いタイプです。そのため夏場の太陽の光で洗濯機の外装が朽ち果てて今にも壊れそうです。いつ洗濯できなくなるのか心配です。あ、王子は鬼の犬間の洗濯をしていますか。命の洗濯も必要ですよね。そうなんです。ここからがちょっとすご素晴らしいですよ、はい、はい、アーブロで回転させてるのかなって。これはちょっとあの、うん、とってもお高いところの、 あのこれは洗濯屋さんじゃございませんか。もう泡風呂で回転ですよ。そんなことできるんですか。これはもうあのわからないですけど、これはあのわかるか確かわからないっていう、ね、わからない、うん、ここは素晴らしいで、 こんな最後の最後にこういう素晴らしいメールが来ると思いませんでしたね。あのすいません、今年1年を締めくくるメールが、うん、これはもう分かる方にはよく分かるっていうね。どういうことそれ、うん、あとはですね、はい、今年1年お迎えもされましたし、すごい達成感があったのではないでしょうか。どうぞ良いお年をお迎えください。また来年も良きトリオでお耳にかかりましょう、ということでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですよね、うん、本当にこの1年って、はい、30分が1時間になりましたし、これが大きかったですね、ね、うん、すごい、まさかこの新年そんなことになるなんて考えもしてませんでしたし、うん、はい、ましてやオフ会が名古屋でしかも ね、あのきんぴらごぼうの2人をお招きしてできるなんて思ってもなかったんで、はい、本当にありがたいし嬉しかったですね。ありがたかったですね。本当にあのきんぴらごぼうのね、タイガさんとね、うん、以前お話ししてた、うん、コロナ前ですけども、うん、そうそうそう、ね、あの軽い気持ちだったんですけども、うん、こんなお話がね大きくなっちゃってね、僕も私は話が大きくなっちゃって、うん、話が大きくなっちゃって、うん、で やってるやったらやったらね本当に楽しくできて、うん、ね、本当に皆さん喜んでいただいて、うんうん、またね計画したいなと思いますね、うんうん、ですね、はい、はいはい、あ、カーポーイさんがブルーファーストスターのジンジンさんがジーパンを普通に洗濯機に入れて洗っても大丈夫ですよって言ってましたよって、洗ってくださいだってどんどんって、あ、いろいろねあるんですね、うん、あれね、洗濯剤っていうんですか、はい、まあ、柔軟剤とかあれにね、ちょっと漂白的なものも混じってるらしくて、うん、結構ね、水洗いだけのがいいっていうのも言いますね、デニムは。結構それで色落ちしちゃうっていうのはね聞いたことがあるんですけど、高間さんがですね、ツイキャスで王子に花を持たせました、ありがとうございます。で次にちょっとねこのギネスさんのね、うん、コメントがね、アーブロに行ってるのはあの人でしょって、あの人でしょっていうのはどの人なんでしょうか。FM ギノワンをよく聞いてるでしたら分かるかなと思いますけど、ね、そういうことでございますか、うん、こう私このね、こうアーブローはなかなかその得意ではございませんので長く、ね、おしゃべりすることができませんけども、うんうんうん、まあ、この、ね、フレーズだけで皆さんよく分かるというね、アーブローで回転させてるのでしょうかっていうね、お好きな方ならね分かっちゃうんです ね、せっかくね、はい、今年最後いい方向に向けて、ね、うん、最後にまた泡に戻すのやめてもらっていいですかね。これ最高でございませんか。本当に、はい、ということで、はい、エンディングです。はい、1月9日のテーマはフリー。
新年の抱負など自由なメッセージをお待ちしております。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、本年もお聞きくださいましてありがとうございました、うん、ました。まあ、来年もね、ちゃんと皆さん聞いてほしいなと思いますね。もう王子も頑張りますからね。はい、うん、はい、良いお年を、良いお年をお迎えください。はい、閉店グロングロはい、本日もお聞きいただきましてありがとうございます。ありがとうございました。ね、今年一年ありがとうございました。岐阜の9人のバンバさんも良いお年をということでありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあこの後ですね、うん、11時10分頃から、はい、収録いたしますので、はい、じゃあ杞憂名古屋の方のアカウントで、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。